どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はですね、また令和シリーズなんですが、令和のエスパーロバ、本日はやっていきたいと思います。まあ、エスパーロバさんのエースモンスターといえばやっぱりサイコショッカーじゃないですか。圧倒的切り札で、このサイコショッカーを活躍させたいんですけども、やっぱね、活躍させてるとなったらちょっとやっぱいろいろと工夫が必要で、で今回はこのサイコショッカーやっぱだけでは、単体ではやっぱさすがに勝てねえんですよね。なんでサポートカードを組み込みまして、令和バージョンの、サイコショッカーデッキ組んできたんでご紹介していきたいなと思います。ですね、メインギミック結構面白くなってるかなと思うんですよね、個人的には。スクラップリサイクラーが一応初動になってて、これ機械族落とせるんですよ、墓地にね。で、リサイクラーで例えばじゃあ、ショッカー落として、で、強化蘇生で特殊召喚とかもできるし、もちろんね、例えば、スクラップリサイクラーで、フォートレス落として、でフォートレスの効果で、例えばリボルバー捨ててフォートレス特殊召喚して、で一族の結集でデスペラードを出したりもできるし、あとこれ面白いカードがあって、人造人間サイコリターナーっていうモンスターね。これこのカード一応プレイヤーに直接攻撃できるよっていう効果もついてんだけど、おまけでこれね、墓地にこいつが送られた時に、墓地のサイコショッカーを特殊召喚できるよと。で、特殊召喚したらサイコショッカーはエンドフェーズに破壊されちゃうんだけども、要はトラップメタにこれできるんで、例えばリサイクラーで、ショッカー落として、で、リサイクラーやられて、強化生でもう一回リサイクラー特殊召喚すると、これ特殊召喚にも反応するんで、リターナー特殊召喚し、特殊召喚じゃない、墓地を落として、で、リターナー効果で墓地送られたんで、墓地からサイコショッカー蘇生みたいなことできたりするんですよね。だから結構面白い動きができるんで、この辺は、入れてるっていうのと、あとこれ闇属性機械族なんですよ、これ。これね。これもだけど。なんで、これと相性がいいっていう。のもあって、あとこれもね、これも一応闇属性機械なんで結構相性がいい、そんな感じのデッキになってます。でやっぱ打点がね、ちょっと不安なんで、巡るとかでカバーしてあげるっていう感じですかね。で一応リサイクラーから落とせる、チューナーであってシンクロ召喚もできるようにこの辺のモンスターを入れていますっていう感じですかね。早速ですね、これスキルなんでもいいんですけど、ちょっとねいろいろ見たんだけどね、やっぱねなんかね微妙で、そのこういうのとかこういうのとか微妙で、なんか何でもいいやと思って、もう LP 増強アルファにしますけど、これなんかもうちょっといいスキルあるかもしれない、もしかしたら。はい、というわけで早速レイヤーのサイコショッカーデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。ビビビビビデュエル、ビビビビビビビちょっとこれ以外、俺これ以外セリフ知らないですけど、エスパーロバさんってセリフなんか有名なのありましたっけ？ビビビビビしか知らないんだけど、俺これしかセリフ知らねえわ。こいつ、このキャラクターセット、あれ、オッケー。まあ一体だったら全然あとなる。光るのね、なるほどね。とりあえずマシンナーズフォートレス先生の効果を使いまして、人造人間サイコショカステーノからのフォートレス、どうですか？さあ今のところはここで何か狡猾とかそっち系なのかな、ちょっと分かりませんが、ちょっと一回スクラップリサイクラー紹介しましょう。リサイクラーの効果を発動。さあスクラップリサイクラーの効果によって墓地に送るのは機械族モンスター。デッキから機械族モンスターを墓地に送ることができる。さあ人造人間サイコリターナーを墓地に送った。サイコリターナーの効果を発動。人造人間サイコショッカーを墓地より特殊召喚だ。ビビッビビッビビッビビビッちょっと暴れます。かっこいい人造人間サイコショッカーって光らねえ。出た、これトラップや。あれ勝ったんじゃないの、これ。じゃあちょっとめぐればいいんでしょうから、あとめぐって打点下げれば勝ちでしょ、これ。巡んなくても勝ちか。まあ、どっちでもいいや。ちょっと待って、余ってるから巡るわ。あまり巡る発動。えい、えい、たっ、たっ、
こんな無駄な巡るのつけたある、最強だ。これが令和ワンキル。ピピッピピッ、大戦ありがとうございました。ピピッピピッピピッ、これさ、スキルもうちょっといいやつないかな、スキルもうちょいいいやつねえかなって思ってるんですけども、スクラップリサイクラーの効果を発動。これはまあフォートレスでいいか。いや、ジェットロンもあるな。ジェットロンするか。ジェットロンにして、あれだ、あっち立てよう。発動る。ジェットロン効果発動。ジェットシンクロンの効果、サイコショッカーをもちょくって、ジェットロン、よし、いいぞ。ハストールはなんか意外と立てておくだけで結構強いからね、割と強いこのモンスターは。はいはい、まあ、ハストール入れるんだったらちょっとバック除去とか欲しいなっていうのはあるんだけど、あのダブルサイクロンとかそっち系のギャラチックシーサイクロンとか、ちょっとですね、若干その枠が難しい点もありまして、あ、まあ攻撃を止めるだけという話はありますけどもこのモンスター一応ね。さあどうするんでしょうか。意外とこの場面弱いですね。これまだフォートレス立てといた方がまだよかったかな。さあどうするんでしょうか。リシド選手、一応ね、このハストールを破壊されると、相手のモンスターに装備してなんか、何、相手のモンスターをこう無効化する、効果を無効化する、まあ、ディメンション化するっていうんですか、して、で破壊されると、ハストールが破壊されるとか、フィールドが離れると、パクってるんで、装備していたモンスターを。だからまあ装備を外すギミックはまあもちろんあった方がいいんだけど、ちょっと入れてる余裕ないっていうのがあって、剣闘銃はちょっと強そう。あー、サンクセ怖っ。マジサイコショッカーなんだけど、これサイコショッカーゲーなんだよな。これ相当サイコショッカーゲーなんですよね。フォートレスしてするとタイミング逃すんですよこの人。なのでリターナーを召喚してて、リターナーの効果を止めてくるんだったら別にいいわ。リターナーの効果止めてくるんだったら別によくて、これはね、ダイレク自爆特攻、自爆特攻でいいか。自爆特攻して、いやでもどうせ戦車あるんだよな、どうせ戦車あるんだよな、さすがに戦車1枚くらいはあると思うんですよね。使わせたいなっていう、普通に殴ればいいっていう説ない、これ。これ単純にここ殴ればいいっていう。そして意外となんか、意外と、あー、なるほど。まあ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 、しゃあないか。まあただ、バトルフェーズして、バトルフェーズじゃねえ、あいつとバトルはしないから、大丈夫ってやつね、これ。変身はさせないやつね。クソ弱えな、この盤面今。一応、リターナーが、リターナーが、あー、なるほど。リターナーが破壊されると闇属性生き返るなので、デスペラードが出るっていうのと、あとリターナーの効果で墓地からあのショッカーは蘇生するんですよ。多分だからどっかの効果は通ると思うんだよね、さすがに。どれかは多分、戦車結構1枚はあると思うけど、多分1枚くらいしかないと思うから、多分だけど、ちょっと相手に任せよう。これは相手に任せるわ。あ、なるほどね。でハストール効果、殴ってほしいんだよな、殴ってほしい。これ効果無効にしたら変身できないから、これこうじゃないかな。で殴ってほしいんだよね、そのリターナーは。あ、そこで戦車使ってくれるのめっちゃありがてえ。それはめちゃくちゃありがてえ、クソありがてえ。これ通るじゃないの。これだとしたらリターナー効果発動するよ。ショッカー蘇生したいんだけど、いい、ショッカーを蘇生したいな。あ、いける。でリスペラーのリボルバードラゴンの効果も発動したけどいいかな。俺が強いんじゃないの。あー、どんだけ戦車持ってんだよこいつ。くっそ、ショッカーは出てくるか。まだショッカーは出てくる。あ、でもこれやばいから、これムルミ、あー、ムルミロ戻して、先にムルミロ戻しからの、あ、そっちからなんだ。あぶねえ、あぶねえ。今ムルミロからさ戻したらさ、これ順番選べるよね。ムルミロ2枚入ってるとかそういうパターン。ムルミロっていうのもなかなか見ないけどね、今あんまり。あのグラディアルビーストレッキで、そっちか、なるほど、そっちか、なるほど。ムルミロ効果、これムルミロから先に戻したらさ、ムルミロの効果で後から出てきて破壊できるよね、確か、確かできたと思うんだけど。なるほど、3300バカ強いな。なるほど。ちょっとさ、一回ショッカーさん、さショッカーさん、ちょっと犠牲やってもらっていいですか。
ショッカーさんちょっと犠牲になってもらって、あ、これクリボールか、クリボールなのか、デスペラードリボルバドラゴン効果、え、これクリボール使った方が良かったんじゃないの、さすがに。これなんか相手のプレイングミスにこれ突き込みなくて、あー強い、最強だ、これがギャンブラーです。はい、あー強い、最強すぎる。これなんか相手下手くそやな、多分ね、あのね、わからんと思うんだよね、でも意味わかんないデッキすぎて見たことないんじゃないかな、このデッキ見たことない説あるよな、これ。これはタイミング逃しのプロがいるんだよな、これタイミング逃しのプロいるんですけど、サイコリターラ墓地送ってフォートレス出してタイミング逃していくどうしいな、このタイミング逃し。セットでバトルフェーズ入って、まずこっちから殴りましょう。これは多分ね、クリボールかなんかなんですよ、多分あれ。さっき使っといたことあったし、それさすがに。おー、いけるよ。なるほど。で、これでぶん殴っていくの。これはまあ、でも投げるしかない。はい。クリボール投げていく。終了していく。さあ、リシド選手。大丈夫かな？あ、モンスター引いていく。なるほど。まあ、でもこれはもう、これさすがに勝ったろ。さすがに勝った。さすがに勝ち。あー表か裏しか出ないのやめろ、表か裏しか出ないのマジでやめろ、これブルブル回るとやばいから。ダメしてめぐる発動、逃げろ、あぶねーよし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 、ドル、やった、出させて。ショッカーさん生贄にしかなってないから今回の対決では。さあ、お相手の方ヘルカイザー亮選手、ヘルカイザー亮選手強いんだよな、強いんですよね。まあちょっと一回お茶濁しからのフォートレス、これが一応できるんで、一応ね、こういうことを一応できるんですけども、こうしてエンドですかね。でですね、今闇属性機械族全然いないんで、まあそれはなんとかするしかないんだが、いやでも、ね、意外とねシステムダウンって今結構刺さるんですよね。サイバーリエもクリストロもどっちもいるんで結構やばい。アブラムやばー、このデッキ。え、嘘でしょ、嘘やん嘘やん